皆さんこんにちは、提督です。霊夢です。さてさて今回は、シーズン5の末歌舞伎、DP50 を見ていこうと思います。そして、青木さやか44歳と比較をしようというわけね。そうだね。そして今回は、昇降系団での比較になる。どうやら巷では、ぶっ壊れ武器を最後に持ってきたと、言われているようだけど。まあ確かに強いことは強い。しかし、ぶっ壊れというほどではないよ。この武器を見ても、ヴァンガードの武器調整のうまさがわかると思う。第4回動画では大口径だったけど、近距離の強武器、AS44 は小口径も強いのよね。じゃあここで、今回の銃の紹介をするよ。まずは小口径マガジンと、弾速の低さを補う長尺弾をつけた。そして、リコイルブースターとラピッドバレルで、レートを最大にした。スタビライザーをつけて、射程を伸ばす手もあるようだけど。ああ、そうだね。スタビライザーの話は、また最後の方でするよ。バレルは、ダッシュ後射撃速度と、エイム速度が上がるものにした。ストックは、一番下のものが、バランス良いかも。あれ、熟練度はバイタルじゃないの？そうなんだ。この銃は、通常4発キル。最小3発キルになるんだけど。3発キルするためには、バイタルダメージが2発必要になるんだ。次の50秒ほどの動画は、レベル60になったばかり、つまりラピッドバレルを初めてつけた時のものだ。じゃあ、まだスティップルグリップと、熟練度バイタルは出てないのね。うん。それぞれポリマーグリップと、スライハンドをつけていた。ラピッドつけたばかりで慣れていないのもあるんだけど、結構ブレているでしょ。そうね。特に打ち始めがブレているわね。ポリマーグリップつけているので、途中からは安定しているんだけど。確かにスティップルグリップが欲しいわね。でもバイタルつけない理由は？うん、バイタルつけると、首から上あたりまでヘッドショット判定になるんだけど。ヘッド2発必要な3発キルって、あまり発生しないんだよ。通常口径だと、ヘッド1発でいいので、そこそこ発生するんだけど。ブレが少し大きいわ。動画は元に戻ります。結局、どう打ちでもキルタイム 0.135 秒と早いし。ヘッドショットも、距離が十分近いと、バイタルなしでも入るので。初期反動を抑えてくれるブレイスを採用することにしたんだ。ところで、提督には珍しく、突撃してるわね。まあ先行する人について言っているだけなんだけど、それでも珍しいよね。今のは、車線管理が甘いわ。うん、完全に曲がりきって、もう少し進んでいれば、横からの車線は切れたはずだからね。ここも車線管理が甘い場面よ。おやおや、左から。しかし、前から撃たれて五輪中。今の通路は進まずに、戻ってこのカウンターのところから、左の敵を撃てばよかったのでは？うん、カウンターからなら車線が切れるんだね。ここでマップを見ると、後ろに回られてるのがわかるわ。当然気がついていないけどね。今日は突撃すると決めたの？うん。でも、今のは一旦落ち着くべきだった。このマップは、中央の階段を上がれるかどうかが、勝負になるわ。そうだね。今回はパトロールだからいいけど、ドミネーションだとこっち側はなかなか勝てないよ。見えた。ここは颯爽と、引っかかった。ふわっと落ちた。そして帰ってきて、また突撃。あんた、全く同じやられ方じゃないの。そんなさまつなことは気にせず、さらに。じっくり待つタイプね。しかし、今日の私は燃えている。LMG で私を止めることはできない。また車線管理が甘いじゃないの。まあ、落ち着きたまえ。パトロールだと、こっち側でも戦えるね。いや、落ち着くのはあんただから。前線をここまで上げていると、階段下に押し込まれなくて済むわ。今の車線管理はどうかね。40発ワンキルとは贅沢なことね。トリガーハッピー、気持ちいい。お兄さん、まだまだ行っちゃうぞ。おじさんの間違いでは？うちの猫にはお兄ちゃんって言い聞かせてる。ちょっと打ち始めが遅いのが気になるな。ダッシュ後射撃速度が低いのよね。
府、車線管理に目覚めた提督に資格なし。あんた、昨日の仕事中、五郎さんの口座見てたもんね。記憶にございません。まあ、実際、こういう建物内での戦いって、サイドライン際の戦いと比べて、難しいんだよね。銃の強さだけでは勝てないもんね。撃ちすぎた。からの、特に深く考えずに、反対側に回って切る。これ、エンジニアをつけていると、犬は敵味方関係なくハイライトされるのね。味方のハイライトは特に意味がないので、やめていただきたいな。あ、この人、マップに映ってなかったわね。これがゴーストの効果なのかな。おや、あの拠点の動きは。第3回動画の時に、向こう側で入っていたのでわかった。ここで、後ろか。しかし、うまくリスイチがひっくり返った。敵も、中央から攻め込みすぎたようね。拠点に入ってやられるのは仕方ないな。このゲームはキルストリークがあるので、提督のような上手くないプレイヤーが、拠点に入る方がいいわね。いやいや霊夢くん、確かにタンクの血は騒ぐのだが、死ぬのは私でも嫌なんだよ。って、これ攻め込みすぎじゃ。リスイチ、反転してんじゃん。勝ちを確信して、最後の追い込みをかけているのかもしれないな。今回は持ってないけど、盾ってさ、多くの実況者が嫌っているほど強くはないんだよね。そもそも、打ち合いには関係ないしね。拠点に入るときは強いんだけど、船には無力だし。ドーントレスやゴーストと比べて、特別強いとは思わないな。まあ提督は、誰も炎使ってないのに、ドーントレスつけっぱなしだけどね。このゲーム、いろいろ付け替えるのが面倒なの。もう、ドーントレスとフォーティファイドを統合して、ゴーストとの二択にすればいいと思う。グレに強いか、位置取りに強いかの二択ということね。あとは、ドームの B 拠点みたいに、盾がないと入れない拠点は、障害物を作ってほしい。35キルの15です。拠点内44秒だったわね。次はエース44の昇降系だ。長尺弾じゃなくて、ホローポイント弾なのね。最後に比較データを出すけど、簡単に言うと、最低威力が23だからだ。サイトも 2.5 倍とスレートの両方ついているやつね。エースは横ブレが大きいからね。少しでもそれを抑える必要がある。同じマップの逆側スタート。モードは TDM ね。有効射程は、ホローポイント弾をつけているので、3.4 メートル短くなって、20.6 メートルだ。ちなみに、今のはヘッショ2発入っての3発キルだったが、射程内だと思う。キルタイムは、通常 0.132 秒、ヘッショ2発込みで 0.088 秒と爆速ね。ちなみに、さっきの BP50 昇降系は、通常 0.135 秒、ヘッショ2発込みで 0.09 秒とほとんど変わらない。ところで、ホローポイント弾で射程が短くなるのって、3.4 メートルの固定値なの？いや、この銃はもともとの射程が1350インチ、つまり34メートルなので、その 10% 短くなっているんだ。あ。なんか、見えない壁に跳ね返されたんですけど。落ちた場所で発動はするのね。そうだね。単に私があそこを進めなくなっただけのような気がするけど。ずっと外で戦っていても、この銃の良さは紹介できないわよ。諦めて、中に入りますか。なんでそんなところにいるの？窓から入ってきたのかしら。そうかもね。前線は階段のところだし。この階段上に前線を置かれると、下側はきついのよね。ヴァンガードって、基本的なマップ構造が、ほとんど3ラインだよね。このマップは、特に明確よね。3ラインのマップって、前線がわかりやすいから、こうすれば面白いんだけど。裏取りも、こういうマップ構造の醍醐味よね。うん。ただ、ヴァンガードのマップは、有利不利の差が激しすぎると思う。ダスハウスなんかも、ちょっと極端かもね。あと、マップごとの適正人数を、決めきれなかったところも問題だ。3種類の人数設定があったものね。制作側は、同じマップで、違った戦略が楽しめると思ったんだろうけど、あれは失敗だったかもね。次回作の MW2 は、6対6にしてはマップが広すぎるように思うんだけど、どうなんだろう。
提督はベータ版では、敵が見えなくて、全くダメだったもんね。私は本当にみんなが言っている通り、面白いのか、よくわからないな。例えば、アサルトライフルのバレルだと、ハイタワーの次に正確性重視のシュラウドバレルは、ADS 速度が24フレーム、つまり 0.4 秒もかかっていた。0.4 秒だと、急な接敵がきついわね。サブマシンガンが、良い感じだったかも。人数が少なくて前線ができないので、戦闘というより、スポーツ寄りのゲームになるのかもしれないな。雑談はこの辺にしておいて、AS44 の使い勝手はどうだったかしら？まあ、悪くないよね。ブレもあまり気にならない。この後、BP50 との比較をやります。で、あんたはいつものチキン枠ね。いや待ちたまえ霊夢くん。これ、チームデスマッチなんだからいいでしょ。では比較していくよ。まず、ダメージが違う。最低24だと、通常26なので、膝から下に2発当ててもまだ取り返せる。でも23だと、通常25なので、1発でも膝下に当てると取り返せないのね。第4回動画で見たけど、ここはホローポイント弾にした方がメリットが大きい。しかし、射程が 10%、これらの銃だと 3.4 メートル下がっている。あ、射程に関しては、小口径をつけた時点で 30% 下がる。逆に、大口径は 20% アップだ。つまり、合計 40% も下がっているのね。長尺弾をつけられないので、弾速も低いわ。マガジン弾数は、BP の方が 33% 多いにもかかわらず、リロード速度は 10% しか増えていない。この表は、上から今回の AS44、今回の BP50、そしてスタビライザーをつけた時の BP50 だ。キルタイムは、一番下のリコイルブースターなしのものは、少し遅い。上二つは、ほぼ同等ね。もう一つ違いがあって、それはダッシュ後射撃速度とエイム速度だ。どちらかというと、ダッシュ後射撃速度の小さい方が、腰打ちまでは早いわよね。ただ、今回の場合、エイム速度の差が結構大きい。よって結論、提督的には、小口径は BP50 の方が使いやすかった。熟練度をバイタルにしても、面白いわね。最後に、リコイルブースターとスタビライザーとの違いだ。リコイルブースターは、24メートル以内の敵に、常に効果が発現しているのに対し、スタビライザーは、24メートルから 27.4 メートルという、限定的な範囲にしか効果がない。これは、私の場合ではあるが、この銃を選ぶのは近距離マップの時だけなので、キルタイムで優勢な、リコイルブースターを選択したというわけなんだ。もちろん、用途によって有利不利は違ってくるわね。だから絶対というわけではない。私の場合は、ということだよ。それでは皆さん、次の通常光景の比較動画でお会いいたしましょう。またね。